1月20日金曜日、サントンです。あれからちょうど1ヶ月が経ちました。今日は第1回、マニアックトーク、山口さんのところに来ましたんで撮影していきます。毎度すみません、ありがとうございます。いいね、ああどうもこんにちは、店長ありがとうございます。どうも。お忙しいんじゃないですか。大丈夫。え、大丈夫。うん、今大丈夫。ちょうどあれから1ヶ月じゃないですか。中止から。そうだね。今日20日ですから。そうか。ね。そうだよね。あ、そうだ。ね、早いように遅いよね。早いような、本当に。はい。今年一発目の。今年一発、あ、そっか。そうですね。前回は年末収録でしたんで。それもなんかね、早いように遅いようなね。そうですね。あれから、まあ、いろいろ。いろいろあったの？いろいろというわけでもないんですけど。何があったんだ？ちょっと話すネタがちょこちょこあったので。メモしてきました。いや、しかしさ、はい、肝心なボスの情報がないね。まどきないっすね。どうした、大丈夫かよ。本当に、ね、テレビの出演以来、ね、何もないじゃないですか。で、まあ例年なら去年なんて今頃は情熱大陸だって、ね、もうそうですよね。ね、そうそうそう、打って変わってかな。そうですよね。本当に例年ですと矢沢家ってハワイにね、バカンス行かれるじゃないですか。であれも確かもう2020年の正月に行って向こうで鶴瓶とかと会って、ね、ばっかり会ったとか、はいはい、あれ以来行ったという情報はないんで今回は行ってないと思いますね。なるほど。そうですね。いただきます。あ、どうぞ。いろんな情報が入ってきてるのでも、周りからなんかただの風邪だったという話を聞きましたよ。喉の血が出たんではなくて、うん、風邪で、もう声が出なくなってしまったんじゃないかっていう。なあんな人一倍気使ってる。そうですよ ね。でもうすでに体調はいい、良くなってるんじゃないかと。お願いします。はい。そういえば昨日なんかブラウンさんってご存知でしたっけ？うん、来た。うん。なんか通る動画がインスタグラムにあって、来ましたよ。うん。ということでブラウンさんというのはシュン君、名前を僕知らないんですね。シュンね、やりとりしたわけではないんで。あの LINE 昨日から、はいはいはい、いろいろ取れてしまった。忘れ。それは昨日は朝ね、YouTube のコメントの方にも、なんか、初めての人が。なんか言ってた。それでね、どこの YouTube に入れたか、なんかいろいろサントリー見てるらしいんだよ。どこの YouTube に入れたか忘れちゃいましたとか言ったから。あ、その人も来たんですか。そうだね。あ、そうそうそう。そうそうそう。なんか浦安で仕事されて。そうだそうだ。あ、その人とは別の人だね。別の人、そうそう。あのブラウンさんって、画像来たな、なんか派手な人でね。そう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 、そうです。ああ、そうだった、うん、だった。で、そうそう、その後にその浦安の俊君って言ったかな、その人で、はい、どんな人だか僕全然わからないんです。ああまあいきなりサントさん、今日山口さんとか行きますなんて言うから、はい、今日はあの何だか分かんないけど、よろしく言ってましたよ。会ったこともないけど、よろしくと。あ、本当だね。そうですか、はい。それは、もうブルーレイ、DVD はご覧になったんですよね。あ、見ましたね。そうですよね、はい。何か印象あります？
印象、うん、印象そうですね。やっぱり当日2日間ライブで行ったじゃない、はいはい、あのうまく編集してあるなと思ったよね。そうですね。ね、ひょっとするとさ、はい、あのライブで見るよりも、うんうん、あの DVD 見たら良かったんじゃないかっていう気がさ確かによく見えますもんね。あ、もうライブはライブだからね。そうそうそう、もうどこの席にいようとライブだから、その場にいるのよ。だけどやっぱりああいうのが出るとさ、はい、ね、キャメラから何から、そうね、ね、うん、なるほどと思ったね。普通はなんかスルーしちゃうけど、ああいう大きくてあんまり見えないところだと、はい、やっぱりああいうのっていうのはいいのかもしれないね。そうですよね、うん、うん、ただその盛んに A ちゃんが昨日は暑かったって、今日は涼しい、そのね、気温って当然映像だからわからないじゃないですか。我々体、ね、現地にいてそれを2日間体感してますね。そういうね、気温みたいなことまで体感できたらね、ビデオってすごいことになるんでしょうけどねそうだね。まあ実は、まあ、映像としてはだから、はい、スペシャルだよ ね、 そうですね。だけどやっぱりライブっていうのはライブだから、うん、例えばさ、俺みたくあの何日かかけてずっと駐車場にいたりとか、はい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 、人に会ったりとか、うん、そういうのも含めてライブだからね。そうですね、うん、まあ、あの50周年はいずれにしてもお祭りでよかったんじゃないですか、はい、ね。あれもう毎日のようにこう車移動中に流してるんですけど、でコーラス3人いたじゃないですか、ね、いた、女性2人と、うんうん、で男性クリス、うんうん、でクリスの映像は映るんですけど、うん、声が全く聞き取れないんですよね。あ、彼の声がね、そっか、うん、どんな声だったのかなっていうのがね、やっぱりね、そこら辺がね、サムソンでマニアックなんだよそうですか、うん、確かにそうだよね。どうも俺らもうこれ出ちゃうの矢沢しか見てないからね音も含めてね。そうですよ ね、うん、そんな印象が受けました、うん、はい、それから年が明けてからまたね、亡くなる人がちょっと多くて、先日も幸宏さん、高橋幸宏さんが亡くなったじゃないですか。で幸宏とね、A ちゃんといえばもうスターイン日比谷、うん、ミカバンド、サディスティックミカバンドのメンバーだもんね、はい、サディスティックミカ、ミカ後で入ったんだよね。もうミカさんがいない状態っていうことで、うんうん、ミカサディスティックスっていう表記なんですか、うんうんうん、そうですよね。でその後でだからあのバンドってユーミンのバックとかいろいろやったでしょ。ああ、はいはい、ね、だからすごいんだよね、あの俺の知ってる感じではそのバンド自体のヒット曲とかは分からないけどさ、僕も分からないですね。だけどそういう演奏面にかけてはやっぱりすごい長けてる、はい、うんうん、ね、まあまあそうだよね、高中とかさ、そうね、後藤嗣さんとかいるわけですよね、すごいよね、うん、ああいう人たちがみんないたって、後々ね、有名になってしまう方ばっかりですからね。うん、ね、A ちゃんもよく雪広が、雪広がってね、はいはい、言ってたもんね。そうですね、うん、その雪広さんはね、時間止まれで、うん、太鼓叩いてるじゃないですか、うんうん、で、ね、有名な話としては坂本龍一も、うん、ね、一緒にキーボードって言ってるよね、はい、あ、そっか、 YMO か。そうですね、YMO 結成っていうのがその時間の止まれが確か3月に78年の3月に発売レコードされたんですね、うん、その1ヶ月後とか言ってました。おー、そうなんだね。1ヶ月後にユーロマジックオーケストラ結成。そうか、ちょっとあの時間のズレがあるのきっとなんかあれアメリカの方とかでやってたのかね、わかんないけど。ああ、はいはい、それであっちで何か発表したのが逆輸入じゃないけど、はい、持ってきてでアルバムでガーって。ああ、そうですかね。俺はだから前世の頃はもうあの何あの竹の子族なんかみんなライディンで踊ってたもんね。ああ、はい、
古い話で。ライディーンのあの人民服着てるジャケットのアルバム、うんうん、あれで爆発的に売れたんですよね。最初のイエローマジックオーケストラではそうでもなかったんじゃないですか。うん、そうですね。ちょうど僕も小学後半ぐらいですよね、78年っていうと。で、結局私の兄の世代が4つ上なんで、で、部屋がこの部屋当時一緒でしたから、よく兄のラジオからこうスネークマンショーとか、ああいうの流れてて、急いで口でしてとかね。あったよね。知ってる。わかります。マニアックだ。なんか毒蜘蛛に噛まれたなって感じ。急いで口でそれ。あとポール・マッカートニーの取り調べかなんかな。あ、そうだそうだ。あとなんかさ、なんか職人かなんかで芯なんかやっててさ、分かりました親方とか言うのあったよね。あったよね。ありましたありました。それ、うん、そこでね、うん、あのイエローマジックオーケストラかかるんですよね。うん、懐かしいですね。まあでも御年70歳70でしたから、ね、まだ4回ね。で、坂本龍一さんもあまりね、がんで状況良くないみたいですし。本当だって、そういうことがね。そうですよね。心配ですよね、そういうのはね。ですから、A ちゃんのコメントはね、今回特にないですけど、オフィシャルの。公にはね。ああ、はい、幸男さん亡くなったって、うん。内田裕也さんの時はね、コメントありましたけど。うん、かなりショックを受けられてるでしょうね。逆にさ、あの、なんだろう、こう親密な人ほど公にしないんじゃないの、うん、ああ、それはそんな気がしない。そうですね。だって、ね、あの共存の時だってなんかそういうヒストリーあったでしょ。そうですね。ね、西岡共存さんの時ですね。でもまあショックだよね、そんな年だよね、うん、はい。僕は一度やっぱり見たかったですよね、その2人がバックで時間よ止まれを弊社が歌うというのを一度でいいから生でというか映像でもいいんで見たかったですね。残念ですね。それと山口さんって SNSでされないじゃないですか。されないね。ね、インスタグラムって、うん、あの、まあ、僕もインスタグラムだけやってるんですけど、うん、よくだけどあの LINE でこれでインスタで上がってましたよとかいうのは送られてくるから、それ見るだけ、はい、ああ、はい、なるほどとか、結局誰の、そうですね、インスタグラムって写真撮ったものをあ、ね、うん、それを掲示して自分で好きなコメントを書いたら、まあ、それを見た人がコメントくれるような、で横のつながりが広がっていくっていうツールなんですよね。で、このインスタグラムって、うんうん、そのつながった本人と直接やり取り裏でできるんですよ、うんうん、公にしないで、うんうんうん、ダイレクトでやり取りができる、要は LINE と同じようなことができるんですけど、でよくあの、まあ、去年の秋のツアーもそうですけど、A ちゃんのバックバンドとかいろいろそういう人たちも、うん、今日ここでツアー、あの会場、はいはい、こういう会場なんですよとかってメンバーが挙げたりしてるんで、うん、僕全部それフォローしてこうコメント入れたりしてたんですね。で、去年のちょうど秋のツアーが始まる時に、うん、ギターって2人いたじゃないですか、うんうん、ジェフ・コールマンと、うんうん、ダグ、うん、で、ダグってあの下の名前が A ちゃんラポポって、ああそうか、うんうんうん、ダグラポポって言うんですけど、本来はラポポじゃないらしいんですよ、読み方が。で、それがあ、まあ、話、そういう話があったんで、僕直接本人にダイレクトメールで日本語の発音で A ちゃんはあなたのことを
ラポポと呼んでますと。で、本当はラポポなんですか、ね、ラパポなんですか、どちらですかって質問し、ね、したらちゃんと答えが返ってきました。ということは日本語は分かるってことだよね、ちょっと。いや、あの英語で一応。英語で入れたの？英語で。マジ？本当の短い文ですけどね。いや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 、お忙しました。いやいやいや。そう。そうです。うわぁ。ちゃんと返事、ね、返事来ましたよ。はぁ。ラパポです。あ、そう。はぁ、そうなの。ですから A ちゃんはまあ間違って発音してるんでしょうけど、まあそのことは特に。もう今更ボスに訂正できないってやつじゃない。でも A ちゃんは必ず MC で、ね、ダグ・ラポポですって。いやー、まあリアックな話だな。紹介してますけど。そうですか。ラパポです。ラパポですね。うん。はい、うん、そんなとこですね。あと、そういえば、今、ヤフオクで、この間送ったじゃないですか。カンパニーのね、カンパニータオルが。うんうん、まだ多分終わってないと思うんですけど、うん、今、確かに。あれは何なの？見せたいだけなのかね。そうじゃないの、ま、真面目に売りたいと思ってるの。真面目に売ってるんじゃないですか。はあ。で、今買い手がこう入札してるわけですから。うん、ああ。今度の日曜日に一応終了するんですけども、今こちらの見えますかね、ヤフオクでこのザ・ロックと書いてありますけど、多分これライジングサンのタオルなんですかね、このデザインって。このカンパニータオルが今16万飛んで1円の値段がついています。ザ・ロックの時のライブでなんかその画像見た時があるんで、画像っていうかポスターそうですよね。うんうん、うん、もうやっぱりね、こういう値段ですけど欲しい人は欲しいんでしょうね、うん、もうマニアな方は。まあ需要と供給の話だからね。もちろん高く売りたい、高くても買いたいっては成立だからね。そうですね。それはそれでいいのかもしれないけどね。たださ、何年か前にこれ40万とかそういう値段がついてたのを見たことはありますけど、それは実際に落札されたのか私は知りませんけど、ね、うん、まあ極論言えばお金に余裕のある人は買われたらいいんじゃないですかって話だよね。そうですね。個人的にはよ、うん、個人的にはカンパニーの商品やってもろくなもんない。貴重かもしれないけど、それは古くて数が少ないから貴重であってさ、はいはい、だってまあ正論言えばカンパニーのもんって、うん、なんか他のスタッフが悪くて粗悪品が多くて、ここで A ちゃんが牛耳ってやるってことになったわけでしょ。そうですね。早く言えば。そうです。元々まあ、まがい品ではないですけど、一応オフィシャルなんでしょうが、ね、権利は A ちゃんが一応 OK 出してグッズ作るよ。タオルも何枚も持ってたけどさ、はい、すぐ色は焦る。はい、色、洗濯でも結構落ちる。はい、薄い。仕上げは今のやつに比べると全然。そうですね。それが当時のだって言われちゃうと、まあそうなのかもしれないけど、シャーリング加工じゃないですもんね。ああ、だけどね、そうまあいいんだよ、欲しい人は買えばいいんだろうけどさ。まあ、あの「Are You Happy」ね、あの本を読んでいただければ、そのカンパニーという会社がどういう会社だったのかよく。営業したじゃん、うん、あのなんかのキーホルダーのメッキは剥げるよみたいなさ。ねえ、だめそんなの。、うん、でさ、本当言えばさ、はい、俺よく言うんだけど、あの今までの矢沢グッズ、うん、まあ今も買ってますよもちろん、はい、あのポイントって何百ポイントってあるんだからさ、はい、だけどさ、買ってしまってだよ、うん、で出して、うん、タオルも何もそう、ほ、うん、いで見てしまって。ね、はい、で、ある時思ったんだよ、ポスターとかさ、あるじゃん、うん、見て、ああ、はい、
でもそのポスターって考えてみるとさ、30年前ぐらい経ってるわけ。そうですね、20年ぐらい、はいはい、それはなんかいろんなネットなんかで高く出てるかもしれないけど、いやちょっと待てと。でこれ高いかもしれないけど、このまま持っててあとね何年生きるかっていう話よ、うん、今言ったようにポスターだけで30年経っちゃうんだよ、はい、黙ってれば。でその時から買い控えっていうわけではないけど、うん、ポスターは貼る、タオルは使う、うん、で他のもうこうやってもう出してたまに見るようなやつはもうあのメンバーに安く売っちゃうとかね、はい、いやあの就活とは言わないけどさ、言わないけどね、だけどね本当にね、あと何年生きるか、何年生きるかっていうかさ、あ何年ちゃんと車運転してね、なんか普通の自分のやりたいことやって酒飲んで楽しく過ごせるかっていうのを考えたら、はい、もう結構リミットなんですよ、はいはいはい、だからね、そうそう、だからシュガーダディもさ、うん、なんかつまんねえじゃんって、うん、もう俺はもう親父だし、なんか面白いことやろうよ、なんかあんまりそういう規制にとらわれない、自由で楽しくて、はいはい、あの月の会費なんかも取らないで、はい、じゃあベースはカラオケでいいじゃんみたいなさ、はい、でなんか今作んないと絶対後悔するよ、うん、っていうことで賛同したやつが今のメンバーなわけですよ、うん、なるほどね、はい、だから本当にそうなの、もうね、うん、楽しいこと後回しにしたらね、その幸宏さんの話じゃないけど、明日我が身だから、明日我が身ですもんね、そうそうそう、ね、うん、だからもうそのグッズなんかもね、本当に欲しいもん買いますよ、うん、買うけど使ったりなんかして、うん、しまったりはしない、一番まあ、もったいいいい例なんて、切ってあったじゃん、記念切って、あれ、はい、俺いっぱい買ったけど、はい、切ってってどうすんのって、そうです、ね、また見てしまうのってさ、ね、だから切ってばっかりはあれ高いからさ、あの封筒に貼って出すわけいかないからさねえ、だけど本当にそんな話ですよ、そうですね、うん、コレクションしてるものって確かに、うん、いや、その人の考えはあるよ、いやいや、もうこれはね、墓場まで持っていきたいってのはそうなのかもしれないけど、別にコレクションするのが趣味じゃないからね、あの何でもそうだけど、使ってなんぼとか なんとかと思いますよね、考え方ですよね、うんうん、俺はなんかそうだな、そうですね、うん、分かります、いや、そういうの高いタオルとか集めて、はい、越に入ってあーっていう人はそれでいいんだよ、はいはい、男ってさ、あのバカだから結構コレクターになっちゃうやつがいるからね、みんなバカでオタクなんですよ、男って結構さ、女性は逆にそういうところはね、うん、うん、まあ、あの客観的になるじゃないですか、だから本当言ったらそういう意見も取り入れた方がいいのかなと、ま、昔は耳貸さなかったけど、まあ、そりゃそうだねってさ、こんなの持ってるのにこれなんか売っちゃって、なんかうまいものでも食いって飲んだ方がいいねっていうような考えもあるよ、やっぱり本って言ったらうん、そう、なんかそうちょっとでも楽しいことに使った方がいいんじゃないかなと思うね、そう諭されてある程度のものも処分するけどもでもこれは残すっていう人もいるでしょうし、ね、いやもちろんあるよね、うん、これだけは残すっていうのはね、うんうん、そうですね、だから逆に集め始めちゃうとああいうもんっていうのは大変だよね、うん、もう大変、例えばさコカ・コーラグッズとかさ、はいはい、スター・ウォーズとかさ、はい、集めた人いるじゃん、もういいんだけどねいいんだけど大変だなと思うね、うん、まあ矢沢もしっかりかもしれない、ね、うん、あとですね、こう YouTube やってるといろいろコメントをくれる人がいまして、熱心にね、あの本当にありがたいんですけど、であの長野の大吉、あ、ね、ええ、白い大吉さんで白吉さんって、ええ、なんかシールもらいましたよね、でお蕎麦頂戴したんで、あ、そうです、お年越し蕎麦美味しく頂戴しました、ありがとうございます、あの方からコメントで、あの質問コーナー作ったらどうですかっていうことが、マニアックな質問に2人が答えるっていうの、いやそれ三藤さんだけどいいじゃんねそれ俺は巻き込まなくていいよ、うん、早速あの質問をくれたんですよね、じゃあちょっと山口さん投げかけますんで分かる範囲で、分かんないっすよ、
A ちゃんが最後にダックテール結んで歌ったツアーって何のツアーですか？私もこれはチェックしてないんです。いわゆるリーゼントにしてっていうと、そうでじゃないですか。ああどうなんだろうね。それはちょっとレアな話だね。あのさ、はい、なんだっけ、クラシックの時、はいはい、あれ何日かって2日か3日も忘れたけど、はいはい、あの時さ、はい、あの髪型でリーゼントにしてたの知ってた？ああそうなんですか。うん、へえ。あそれは映像には残ってなくて、あのね、まあ、A ちゃん その時、まあ、そんなに毛量なかったからちょっと地味かもしれない、はいはい、あ、うん、あれはリーゼントじゃんって俺思ったねその時ね。うん、うん、もうクラシックって随分昔だけどね。そうですよね、うん、って思ったぐらいだから、 あの頃はもう結構ショートで育ったんじゃないかなと思うよね。そうですね。うん、ね、未だに皆さん矢沢のイラストやなんかだと90年代ぐらいのね、うん、あの時かっこよかったよね。確かにそうですね、うん、あのずっとかっこいいけどさ、うん、やっぱりあのなんだろうな、40代の A ちゃん、はいはい、あれ痺れるよね。今の一番台は多いんじゃない？そうですね。あの A とかね、はい、採用するのね、はい、うん、っていうようなことで、なんか最後に座ってると、はい、ちょっと僕もちょっとパシッとは出ないですね。これは、はい、調べてないんですけど、彼は2001年の Z ですかねとは書いてあるんですが、ちょっと調べませんでした。すいません、ごめんなさい。Z ってこういう赤い感じのね、はい、次、マリア・ヨーコ、ね、このタイトルは、まあ、家族ですけど、リナというタイトルのこの人も娘さんですか？ちなみに佐藤さん、リナってあのうちのママの名前なんですけど。あ、そうそう。まさか。まさか、そうなんだね。そうなんだね。なるほど。うん。これは違うでしょうね。なんとも言わないですけどね。ね、だからそういう意味ではさ、例えば。話が出ないですよね。アンジェリーナ、アンジェリーナもね、そういうのも該当するよね。そうですね。ですよね。どうなんですかね、うん。話が漏れてこないということはないかなと。でもすごいよね、アルバムタイトルにしちゃっていうのもね。そうですね。ね、どんだけっていう感じが。本当ですよね。ね、大したもんだね。特にタイトルとかね。山川圭介さん。西岡共同さんの最後の曲、ね、書き下ろしたのは何ですか？これは僕も調べないと出てきませんでした。今あのネットの時代だから調べてください。そうですね、本当簡単にね調べられますからね。ということで調べてみました、昨日。お、はい、一応この三大A ちゃん作詞家ということで、西岡恭三さん、うん、アルバムは「Don't Wanna Stop」で2曲入ってる、これが最後のアルバムでした。で翌年の1992年、うん、シングル「Anytime Woman」の英語版の B 面というか後ろに「Sail Away」という曲、マニアックな、超マニアックな曲があるよね。トラブルマンとかね。これが西岡共同さんの最後の、あ、そうなんだ、うん、作品のようです。あ、で、次が山川圭介さんが、はい、ラストソングですね。そうか、はい、この1曲のために確か10年ぶりぐらいに共演されてます ね。それはだけどね、セイリアウェイと違ってちょっとヒストリーだよね。そうですね。なぜかそれ A ちゃん1回も歌ってないでしょ。それ歌ってません。歌ってないんだよ。そのね、ラストの出した時はね、確か40周年のあのブルースカイ、俺あの時最後持ってくるかなと思ったらやっぱりソウロングだったでしょ。ああ、はい、あれきっとこのタイトル通りもう俺はやめるよっていう時に俺歌うんじゃないかなと思う。ああ、そんな気がしませんか？
一回も歌ってないんだよ。客出しとかで歌流れてません、ね、ない、ない、うん、ありませんでしたっけ、うん、そっか。だからわざとこれはなんか避けてる。はい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 。だけどアルバムタイトルはそうですよね、ラストソング、そうですね、うん、なんかすごく意味深な気がしたよね、うん、しかもさ、そういうの出したら次のアルバム本当に出しづらいじゃんとか思うじゃんやっぱり出すからね、はい、出します。だからやっぱりあれはね、そういうことなんじゃないですか。ね、で、あれ歌ったらやばいよ、A ちゃんが。いや最後に1曲っつって、えって。はいはい、はい、うん。確かに。あと、はい、千秋哲也さん。はい。はい。2005年のオンリーワンの中に入っている Go for it、やっちまえという。ああ、そうなんだね。はい。出会い曲。結構もっと前にあるかと思ったら、2005年ですか。そうですね。これもこの一曲だったんじゃないかな。確か。そうだよね。皆さんお亡くなりになっちゃうからね。そうですね。寂しい。あとはそうだね。今回中西玲さん。ああ、はい、ね、はいはい。でもあの人はやっぱりあの歌いいの作ったよね。いい歌です ね、 どちらの曲も2曲のみですけど、うんうん、本当にいい歌ですよね、うん、そう、あのちょっとあれだけど、その武道館の、うん、今回ツアーでフィルム使って海に架かる橋やったじゃない、はいはいはい、やっぱりあれ良かったね。良かったです。はい、ああいう風に作って歌う歌だよね。そうですそうです、そうです、うん、あれでやっと気が済んだですよね。あの V があって成り立つというかね、うん、演出があれがいいわけですよね、うん、それと「もう一人の俺」「もう一人の俺」これはオリジナルアルバムにも収録されていますかということですが、されてません。1996年のシングル発売ですね。サントリーボスのコマーシャルのために書き下ろした曲ということで、この時ギター、うん、誰だか分かります？分かんない。デンツデン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 、アイザーとかキアラとか。アイザーさんです。そうなの。うわー、そうなの、知らなかった。そう、はい、あの例のこの本に、この本に書いてあります。あー、これすごいよね、この本。この本すごい。そうなんだよ、この地球音楽ライブリー、レコーディングの時に犬がいたとかさ。そうそうそう、本当にね。俺この本からあれ知ったの。五代陽子って。あ、どれかなって、はい、マジ、はい、っていうようなことがすごい、すごいです、この本はね。はい、僕はこの後編が、うん、ぜひ作ってほしいんですけど、ね、はい、アルバムごとにね。そうですそうです、うん、非常にマニアックなレアな話が記載されてるんで、サントンさん好みのイエスまでしか記載がないんですよね。そうです、本当に。あの去年ね、久しぶりに 歌われたグッドラック、うん、はい、イーダッシュの中のグッドラック、はい、あれをね、スタジオの中に犬が舞い込んだっていう。あの昔よくさ、ガイタレなんかでもあったけど、今でもさ、うん、アルバム、まあ CD だけど、はい、出した時にこうライナーノーツとしてこれ入れてほしいよね、はいはいはい、そうですね。それぐらい素晴らしいよね。素晴らしい内容ですよね、うんうん、はい、カバーのね、カバーされた人まで。だって、あの矢沢が今まで作曲で出したさ、歌ってる人が何だか知らないけど出てるもんね、それまでね。ロバート・フラッグとか出てますよね。ねえ、そうそうそう、すごいわ。ぜひ若い人、若いファンの方、これ一冊手に入れてください。超マニアックな。でもあるでしょ、ないでしょ。古本市場に多分あると思います。そうだね、超マニアックな本ですから、ね、うん、もうキャロル時代の頃から詳しく書かれてます、うん、そうですね。それでそのもう一人の俺は、やっぱりベスト版のみですね、うんうん、Your Song 3、うん、そうだそうだ、はい、オールタイムベストアルバムに入ってます。あと EY 九州ですかね、うん、EY、はい、90S という、あと
映像ですとビデオクリップ1982年から2001年のもう全て取りまとめてあるビデオ集、もう一人俺、何だったの、あれに入ってます。あ、そうだ、昨日さ、はい、全然関係ない話なんだけど、はい、たまたまうち1台車廃車にしたのね、はいはい、で廃車にして取りに来るスタッフがいて、うん、で、お願いしますって言ったら、何だか知らないけど、俺はね、もう一人の俺大好きなんですよってあ、そうですかって言ったんだけどさそうだ、昨日の話、そんなこと言ってた、いつも車で流してんだって。ああ、かなり渋めのバラードですね。いい歌だよね。いい歌だけど、あのダムのカラオケではあのフィルムちょっと俺余計だね。あ、そうだ、作ったのあるんだよ。ああ、はいはい、あらね、普通でというね、また余計なこと言っちゃいますけどご本人出演なんですか。本人も出るよ。本人も出るけど、 その構成がさ、あ、はい、あ、今度あのダムで一曲歌ってくださいというのはね、そのバージョンしかないから。あ、そうなんですね。うん、だからダムって矢沢じゃない。うん、あれ軽くて面白いよね。なんかなんだっけ、オンリーワンだっけ、うん、オンリーワンじゃないか、ドアをノックするのはってなんだっけ、お前が書いて、あれなんじゃない、オーラブシック、あ、お、うんうん、オーラブシック、はい、矢沢で選曲して歌うと、はい、その出てくる映像、うんうん、A ちゃんキッチンで歌ってんだよ台所で。あ、こんな風に、あの V がそうじゃないですか、上からこう、そうそうそう、撮影してるような、そうそうそう、はいはい、あれもどうよと思うよねなんで台所で歌わなきゃなんねえのかなと思う、うん、まあいろいろありますけど、うん、それはプロモーションビデオの多分プロモーションか、そっくり映像、うん、ああそうだね。じゃあそのやつもあるよね、もう一人の俺もそうかもしれない。ああ、そうかもしれないですね、うんうん、しばらく見てないですけど、あの、もう俺さ、 A ちゃん出た時さ、あ、持ってますけど、あれこれ林隆三じゃないと思ってよく言ってるね昔言われてました林隆三、いや立川談志、いやいや A ちゃんだっていうさ、うん、感じですよ。そうですね、うん、うちの親も昔、あの、たけし君入って NHK で、あ、やってたね、やってる時に、うん、林隆三さんですって親父役で、あれ、矢沢さん出てるのなんて大昔です。わかるわかる、うん、はい、あと最後の質問で、キャロ時代の、ね、曲は別にして、え、じゃあソロになってから星に願いを以外に他人が作った曲を歌った曲ってありますかって、結構ありますよ ね、 あ、 るよね、ありますよね。この矢沢のアルバムもそうだよね、結構、ね、はいはい、そうです、うん、はい、いや結構あるじゃないですか、本当に。英語版のね、矢沢からまず2曲、うん、あと It's Just Rock and Roll から5曲、うん、ロッキーマイヘッドとかね、うん、ジョン・マッフィーですからね、うん、あと The Border、 そうだね、うん、あとは歌ってはいないんですけど、スタイナーも他の人が作曲です。マジ、知らなかった。はい、そうなの。そうでした、調べました。本当、うん、スタイナーは違うんです。そりゃマニアックだよ、はい、本当、はい。でスタイナーってあれ曲になってるとしたらさ、はい、あのなんだ、逃亡者とセットじゃなきゃいけないのかね、あれ。どうなんですかね。ねえ、ライブでは確かに絶対セットだよね。絶対というか、そうですね、うん、セット、うん、たまになしでいきなり始まるときありますけどね、ベン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 、あ、うん、あ、あるね、あります、あるね、うん、マイケル・フルーンって書いてありますよ、スタイナー作曲。そうなんだ、はい、よく許したね、それを ね、 そうそうそう、ね、歌ならともかくね。そうで、去年のガイ・アリソンが、ね、そのスタイナーを僕宇都宮で見た時は彼が弾いてるように見えたんですけど、実際に武道館でもう一回見た時は多分あの何、テープというかを使ってたみたいです。お疲れ様ですただ彼はコンピューターをその時いじってたのは見えました。それは間違いないです、うん、いじってたんですけど弾いてはいなかったみたいです。あ、
ああそうだろうね、うん、マニアックな話だな。それからあとフラッシュインジャパンもですね、中からもサムシングリアルとフラッシュインジャパンはサムシングリアル、はい、その2曲は A ちゃんではないです。あ、フラッシュインジャパンも違うんだ。フラッシュインジャパンも違います、ね、あ、そうなんですね。そうです。へえ、逆にあれはさ A ちゃんが作んなきゃダメなんじゃないの。あ、だってあれなんか広島のメモリーみたいな歌でしょ。そうですね、でも外国人が作ってますよね。そうです、そうです。で逆に当事者が作るようなイメージですけどね。で日本人が作ったのかなっていう感じですけど、やっぱ違うんですね。そうか、でもスタイナーは知らなかったな。あ、ね、はい、話全然違うけどさ、うん、今思ったんだけどさ、はい、150回のさ頭にさスタイナーじゃなくて、うん、第1回目の武道館でやった、うん、イントロダクション使ったら面白いと思う。いいですね。あれあれ曲として素晴らしいよね。スタンタンタシャラ、そうスタンタンタシャラみたいなのから入ってキーンと入ってさ、テッツテッツ、ダンダッダダ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 、あれやってよ、A ちゃん。それは A ちゃんが考えたんですよ ね、あの曲はね、うん、まあ、強いて言えばさ、100回の時も一発目がカモンベイビーだったんだから、はい、あれからでもよかったよね、本当はね、はい、そこまでこだわってほしいですね、やるんであればね。マニアックな人。そうね、うん、本当に1曲目もそうですけど、イントロダクションからこだわってほしい、ね、うん、そうですね、うん、いや、もう半歩引いて、これでもいいわ、A ちゃんとあの、ダー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 って言うのも燃えるよね。ね。後楽園ですよね。そう。あれもいいですよね。あれだったらもう一発トラバスでも許しちゃうよね。一発目がね、一発目トラベルバス。そうですか。あと、そうですね。ミュージックオブラブに出演した時、奈良田マイケル・ウォールデンですね、その時のみんなで歌ってる歌も、ああね、ああ A ちゃんじゃない、もちろんないですね。ああ、そうですね、そうですね、うん、一部分でだけですからね、うん、そんなとこじゃないですかね。うん、そうだね、はい、以上白木さんからの、ああ長い話になっちゃうね。たっぷりあのキーワードがあるとなんかつい話だよね。そうです、たっぷりあの、うん、質問時間取れてしまいました、うんうん、またよかったら質問寄せてください。来たついでに、はい、何かあのあれで載せたじゃん、はいはいはい、 あれが、うん、作ったやつ、あとの見せていただいて、あステンシル塗ったんですか、置いて触ってもいいですか。いいよ、もう乾いてますよね。あ、かなりいい、きれいにできるもんですね。これクルフデジバージョンで、これねリバーシブルなんですよ。うん、これ、ああ、はいはいはい、はい、金色の塗料。面白いですよ。いや、素晴らしい、素晴らしいです。で、ちょっとさ、俺もなんか酔っ払うとどんどん作ったやつ。酔っ払うと昨日の夜作ったやつ。これお酒飲んでから億劫にならないですか。え、億劫にならないですか。いやね、これだな、なんていうんだろうね、なんていうんでしょう、矢沢ジョーグ、はあ、塗っちゃうのが誰ですか。作ってくださいと。ベースが安いんじゃないか。依頼が来るんじゃないですか。え、作ってくださいと。いや、俺誰とは言わないけど、LINE でさ、あの、いや、作りますよって言ったら、何名か持ってきたね。なるほど。うん、ということで、つい話が長くなるんですね、何でもね。あ、でもあの、ちょうどいいぐらいじゃないですか。あ、今日キャロのマスターいないからね。また読みますか。
うち休みの日じゃないと無理かもしれない。いや、あの彼はねスペシャルゲストですから、あのそういう時に大事です。おめでたいですよね、おめでたい時に。やっぱりね、あの3人で揃うことは本当に稀ですから、そういう意味ではあの正月スペシャルは、ああなるほど、うん、特にレア感があって良かったと思います。そうだったんですね、あとても評判良かったですよ。あのもうすでに4000とか見ていただいて、後編もそうだね、なんか3回見たっていう気の毒な人もいたからね。いますいますね、あのやっぱり好きな人は何回か見ますよ、うんうん、で興味なければね、もうすぐ辞めちゃう人もいるでしょうし、うん、あの多分両極端に分かれてるかもしれないです。まあそうだよね、うんうん、もうこの喋りが好きだって人は最後まで、うん、でパートナーが、あ、ダメって、ね、やべえな、怖いな、うん、でもさ、あ、そ、でもさ、あんまりさ、その独断と偏見では言ってないよね。いや、もう、ね、あの俺ちょっと気使ってんだよ、実は大変ね、あの共感を得るという声が多いですよ。マジ、うん、あの皆さんが話してる内容が、うん、うん、うなずきながら見てます。というのはさ、なんかうちらの話ばっかりしてもつまんないしさ、うん、ねえ、そうですよね、基本 A ちゃんの話をしながらね、うん、あのもまあ盛り上がりたいじゃないですけど、うん、そうしたいわけですから、ね、そうですね、そうです。ただ今回はね、さすがに A ちゃんの話題もないので、おお、引っ張れ無理無理出てくるんだけど ね、 ね、なんかキーワードこうやって投げかけてくれると ね、 そ、 うですね、それには言えるけど ね、 ね、この1ヶ月ね、そろそろでもね、あるかもしれないので、あんな何かなんて言ってます、周りは。どうですかね、なんともね。でももし、いや、例えばワンデーだとしても同じ外国人のメンバーを集められないんじゃないですか。というかさ、皆さんスケジュールワンデーがないんじゃない、うん、もうスケジュールね、やっぱりバンドマンって皆さんある程度年間スケジュール前から決めてあるだろうから、そのワンデーの150をちょっと持ってメンバーなんか変えるにしてもさ、うん、やっぱりもう、箱は武道館で決まってんだから。そうですよね、そうしたらワンデーはないでしょ。まあ3日4日やる感じがしない。そうですよね、ね、うん、だから余計ちょっと読めないっていうかね。そうです、そうです。でツアーの最後に持ってきちゃうとなんか薄れちゃうしさ、 その150もと思うんでしょ。なんか俺はなんか早く落とし前つけちゃった方がいいような気がするんだけどね。わかんないですけど、なんですか、ドゥビーブラウスはその公演のくっつけたりってそれはないですよ ね、 もんね。そうそうそう、武道館でやるかは見てないですけど、調べてないですけど、そこくっつけたりはしないか、ねえ、飛び入りのライブハウスじゃないんだからね。そうですね、なると普通に秋、来年の、あ、今年の秋の何日かやるうちの1日目が武道館150ってことなのかもしれないですね。だからさ、あの150のロゴもさ、消そうか消せないかってしてるやつっていっぱいいるからね。ね、そうですよね。ね、そうですそうです。うん、で前回その声福岡浜松あと宮城でしたっけ、キャンセルになった時に翌年春にエキストラでしたっけ、うんうんうん、ツアー発表されたじゃないですか、うん、でコロナでダメになっちゃいましたけど、うんうん、ああいう感じで何本かやる可能性もない、気にしてもないじゃないですか、うんうん、5、6本やるうちの1本だけ武道館やりますよっていう。そうか、3月ぐらいに。もう今回だから夏フェスなんかもなくてもいいから、うんうん、夏でもちょっときついのかなって分かんないけど、そしたらさ、あ、こうしよう、武道館3日4日やって終わり、とりあえず前半は、ね、であと秋から普通のツアーになったって、
あ、それいいじゃん、それで、ね、そうしましょうよ、ね、ね、それもそれ勝手に決められないですけど、武道館だけでいいから、うん、ねえ、そうだよ、確かに武道館3回4回でしたらね、うん、やっぱり全国から人来るでしょうしね、うんうん、あの、なんだろうね、ね、それこそ NHK のあの超えられなかったあと1本じゃないけどさ、はい、リメンバー武道館みたいなネームをつけて、あのタイトルもよくえよくつけましたよね、超えられなかった、あのやられたでしょ、ね、コピーライターでもいたんですかね、確かに、ね、うん、糸井さんですかね、うん、逆にあれがなかったらもっと全然正反対のタイトルがついてたからね、そうですよね、うん、それがいいよまあそろそろ何かね、ね、春商品の案内じゃなくて、うん、いや更新されないんだもんね全然ね、そう、ね、ね、ダイヤモンドムーンの通販も、うんうん、最近しばらくないで、案内も何にもないですしね、うん、そろそろ仕事始めはされてるでしょうか、去年は本当に飛ばしすぎたけど、うん、そうでしたね、うん、今年はね、それも大変かもしれないけど、 それだけでも前半に持ってくるだけは、うん、でかいよね、うん、で、やっぱり要望としてはツアーやってもらって、うん、ショーホールもやってもらって、要望多いですけどもう一つドリーマ、ドリーマお願いしますよ、ドリーマキープしとかないといけない、ね、うん、本当にそうだね、という一年になるといいですけど、うん、先になんか楽しみないとね、うん、そうですね、でまた先に作ってもすぐ来ちゃうんだよね、不思議ね、そうですね、そうですね、ね、去年そうだったもんね、はい、うん、あっちり、はい、大体いつもぐらいの時間失礼しました、取りましたんであとはまたカットするとカットして、はい、じゃあ、ね、2023年第一発目の撮影これで終わります、よろしくお願いします、うん、ありがとうございました。